はい、こんにちは、チジチャです。今回は本日から配信のイベントクエスト、称号豪傑の心、初見プレイ頑張っていきたいと思います。もしかしてティガレックスちっちゃい？ディアブロスめちゃめちゃ大きい。これサイズ差すごい。確かティガレックスは金冠埋まってるんですけど、ディアブロスは最大金冠持ってないから、いやこれは嬉しい。おいしょ、スライドビート。はあ、今回の装備は以前ご紹介しました汎用狩猟笛でございます。よいしょ。いや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 大きすぎて視界が不明瞭。危ない危ない。柵使ってもいいんですけど、まあ、せっかくなんで柵使わずに2匹を相手にしたいと思います。トライジーやってたぜからしたらね、この同時討伐クエストっていうのはかなり、やった、燃えるので、はい。燃える！オッケー。総流待機状態。同時討伐クエストはやっぱり総流がめちゃめちゃ刺さりますもんね。過去作のお話で大変恐縮なんですけど、約10年ぐらい前に発売したモンスターハンタートライジー。これがね、私が実況を始めた作品でもあるんですが、その作品はね、同時討伐クエストの数がめちゃめちゃ多くて、しかもそれがハンターランクを上げるのに一番適したクエストだったりしたので、モンスターハンタートライGを通ったハンターさんだと、こういう同時討伐クエストは結構ねワクワクする方も多いんじゃないかなと思うんですよね。そして私も孫うことなきそのうちの一人です。おいしょ。はい、これティガレックスまでね巻き込めるのがいいですよね。ほんとよし。同時討伐クエストはもちろん百竜夜行とかでも狩猟兵の真打ちはめちゃめちゃ刺さるんで、おいしょ。ちょっと歩いて、こういったクエストには狩猟兵を持っていきたいんですよね。ただまあちょっと真打ちする暇はそんなにないけど、はい、総流大技。オッケー。どっちが体力減ってるかな、ディアブロスかな。おいしょ。はい、いけ。合計1000ダメージだもんね。はい、やばいやばいやばい。これ回復してないと普通に力尽きそう。おいしょ、危ね。どこどこ、ティガレックスの挙動も見て、はい、せーの、ぐるぐるー、開いてモーション入ったけど起炎の旋律が発動しなかったからゲージは残ったままですね。これは逆に美味しい。危ない危ない。おい、じゃあ危ない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 。結構体力あるかも。ちょっと強化個体だったりするんですかね。よっ、はい、せーの、ぐるぐる、外れた。はっ、ナイスー。よいしょ。あ、ダメだ。ティガレックスの攻撃性能が高い。危ない危ない危ない。いいよー、楽に狩猟したい場合は。おっと、総流が終わるまでは先行スリンガーでやって、で、総流が終わったら柵を使うとかすると、やった。楽に討伐できるかもしれない。総流のダメージものすごいですもんね。力いっぱい。はい。痛い。切れ味ゲージが青になっちゃってる。危ない危ない危ない。よし。回復。怖いよー怖いよー。ディアブロス疲れてる？危ない。よいしょ。疲れてないか。はい。いて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 。いや、大きいから何されても全部当たる。おお。そしてティガレックスは小粒で、あー、そんなー、小
粒でスピード速いから避けづらい。あ、疲れてる疲れてる。よしよしよし、よいしょ。 V 破壊ナイス。はっ、下手にかきり虫受け身しちゃうとそのまま力尽きそうで怖いですよね、こういうの。あぶね。はい、せっかく疲れてるからこの間にいっぱい攻撃したいけど、ティガレックスが強い。あー、やばいよやばいよ。おお、来た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 。よし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 、捕獲だ捕獲。ちょっと待って、しびる。あ、間違えた。ちょまはい、あ、いけ。よっしゃ、最大サイズ記録更新。銀冠持ってるんで多分金冠だと思うんですよね。よいしょ、怖い怖い。はい、スライドビートからの、はい、ぐるぐる。オッケー、まだティガレックス元気。やっぱりティガレックスの攻撃性能の方が高くて、ディアブロスの体力をめちゃめちゃ削ってくれたんでしょうね。よいしょ。いや、動くなめっちゃ動くな。ぐるん、せーの、もういる。よし、いや元気すぎる。いや、あー演奏攻撃失敗した。サイズがいつもと違う感じがするからタイミングが分かんないんですよね。まあ、これだけ小さい小さいって言ってるけど、あのディアブロスが大きいだけで、ティガレックスは普通サイズとかだったら恥ずかしいな。どうなんだろう。よいしょ、よくよく見たらこう最最小ではなさそうですよね。小さめではあるけど一番小さいみたいなティガレックスではなさそうな気もする。まあ、ただ私ね、サイズ感あの自信ないので、ナイスー。言うと当てにならないんですよね。ずれちゃったずれちゃった、頭いきたいよ。よいしょ、みんまも、はいはい、タンタン。よいしょ、やっぱり1対1は狩猟しやすいあ、来た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 。よいしょ、捕獲。さあ、サイズは、サイズ更新はなし。これどうなんですかね、最小金冠出たっていう方、よかったらコメントで教えてください。報酬は普通ですかね、特に変わったものもなく。流玉はもしかしたらちょっと出やすいとかはあるかもしれない。こんな感じ。7分56秒。ハンターランクの上昇量も普通。解放要素は称号。早速称号見ていきます。ここからかな。夜景マスター、症候群、ネガティブ、ポジティブ、にゃんにゃん、まんじゅう、恥ずかしがり屋、わがままボディ、ペットまみれ、男の勲章。なんかいろいろ使えそうですね、これ。イエーイ、中子症候群。いやー、これなかなか使いやすい称号なんで、ぜひ皆さんも取りに行ってください。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンスターハンターライズの動画も出していきますので、チャンネル登録もお願いします。そういえばモンハンライズの公式ツイッターで、ガルクの記念配信を7月23日に行いますみたいなアナウンスあったんですよね。ここでなんか新しい発表とかあったりするのかな。そっちも楽しみ。またねー。